パーカー・パイン登場は、1934年に、刊行されたアガサ・クリスティ作推理小説の短編集、パーカー・パインシリーズ。収録作品に、ナイル川の殺人があり、ポアロモノの長編、ナイルにシスと同一のタイトルだが、関係性はない。アガサ・クリスティ・アワーは、アガサ・クリスティのミステリー短編を原作とし1982年に、 放送されたイギリスの1時間テレビドラマのミニシリーズ。制作はテムズテレビ。シリーズは1982年9月7日から11月16日まで全10話が放送された。そのうちにはのみの登場であるがパーカー・パインをモーリス・デナムが演じた。須藤康夫イコール編アガサ・クリスティ百科事典早川書房。 クリスティー文庫 100ISBN978 から41億5130万12004年間398ページでは、アガサクリスティーズアワーとなっている。ありがとうございます。